過去に若槻千夏さんと30過ぎて独身なら結婚しようと冗談で話されてましたが、ウエンツさん結婚の予定ありますか？まあ、ここだから言いますけど、うん、やっぱ若槻は絶対俺のこと好きだったと思うんですよね。その時は。いや、まあ、多分今も。ほう。でも、物件としては、なんか、借金のない、お金持って付き合いそうな、若槻って。僕ら出会いが、まあ、バラエティではあったんですけど、恋するハニカミっていう恋愛の番組だったんですよ。あ、はいはいはい。まあ、今で言う、どうでしょうね。その、まあ、バチェラーとかじゃないですけど、その恋愛で知り合うみたいな。はいはいはい、はい。なので、その中で僕は若槻に選ばれたんですよ。あ、じゃあもう若槻さん、ね、さんのことが好きって言ってきてるから、まあ、基本的には俺が上から付き合ってやるぜっていう感じだった。いや、一応先輩、年上なんでね、若槻の方が。はい。年齢的にも。だからそれで、なんかそこから始まったんで、僕は本当にこういうのってあるんだな、なんかこう、これで付き合うんだなってずっと最初は思ってましたね。確かに。ところが、付き合いに全く発展せず。全然。多分、彼氏いたんじゃないかな、その時には。じゃあもう本当にじゃあ、そのカメラの前で、タレントさんとして演技しているだけだったのに、ウエンツさんは真に受けてしまったと。めちゃくちゃ真に受けましたね。友達になるまで時間かかりましたもん。自分の気持ち飲み込むまで。あ、もう、俺、そっちが言うなら、俺付き合ってやってもいいぜ、みたいな。逆に、すごくないですか？だって、その気持ち飲み込んで、親友になるって すごくないですか？僕は親友って勝手に言ってますけど。ちゃんと抑え込んだんですね。飲み込みました。大人だな。